こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国史です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は五胡十六国時代、公演の第二大皇帝、母陽法です。はい。どんな皇帝ですか？実は今日はあまり、格好の良くない、皇帝だよ。そうなのですか。母陽法は、初代皇帝母陽水の第四子として生まれるんだ。はい。そして幼い頃から破壊事を好んだと言われるんだ。何ですかそれは。嫌な皇帝ですね。幼い頃、父母陽水が前縁の将軍をしていた時に、父の能力を恐れた前縁の皇帝から母陽法の母は冤罪にかけられ、殺されているんだ。ひどいことしますね。母陽法は、苦労しているのですね。その後、命の危険を悟った、父と一緒に、前縁から全身に、亡命しているよ。そうなのですね。また母陽法には兄がいて、最初は母陽法ではなく、兄の母陽霊が、母陽水の後継だったんだ。そうなのですか。けれど兄母陽霊は、全身の最小王毛によって、暴虐にかけられ、自滅へと、追いやられてしまう。どこへ行っても、簡単には、生き残れないのですね。その結果、母陽法が長子になり、後継となったんだ。わかりました。そして、全身の東進遠征の大敗後、母陽水が炎王を名乗ると、母陽法が、大使に立てられる。そうなのですね。母陽法の兄弟には、母陽能や母陽光といった、戦の上手い有能な、兄弟がいたものの、母陽法は勤勉で、文才があり、また分身と交流するのが、上手かったために、後継に、選ばれたそうなんだ。そうなのですね。母陽能は戦で、活躍しましたよね。大使に選ばれた後、母陽法は母陽水が、遠征している間、都中山を守り、母陽水が高齢になると、国務全般を、任されるようになるんだ。そうなのですね。王としての、経験を積んだのですね。その後、父から軍事も、任されるようになる。はい。しかし母陽法は、致命的に戦が弱かった。そうなのですか。それは困りましたね。この当時公園は、急速に力をつけてきた北魏と何度も戦を行うんだけど。はい。ここで母陽法は、全軍の指揮を取って戦う。はい。しかし母陽法が、指揮を取ると、北魏からの偽情報により、一族からクーデターが、起こってしまったり、母陽法の優柔不断な、判断により、後援軍は壊滅的な、大敗をしてしまう。わぁ、壊滅的に負けたのですか。やばいですね。翌年には、見かねた母陽水自らが、高齢ながら出陣するんだ。どうでしたか。母陽水が指揮を取ると、北魏相手にも、戦争を有利に、進めることができた。さすがですね。しかし体調不良、だったこともあり、遠征の途中で、母陽水が死んでしまう。わぁ、困りましたね。もう北魏に、勝てそうにないですね。その結果、戦争では負けに負け、北魏にも、舐められまくるんだ。やばいですね。また戦だけでなく、母陽法は、後継問題を抱え、さらに部下の掌握も、満足にできなかった。ダメじゃん。そんな皇帝。一度決まった大使を、途中で変えたりして、息子の離反を招いたり。息子が離反したのですか。それはまずいですね。そして、その息子から責められて、窮地に陥る始末だった。情けないですね。
その窮地を救った。多民族の将軍を、自分の養子にしてみたり、実の息子を捨てて、他の血族を養子にするとは、絶対裏切られるでしょ。事実その養子に、王朝を乗っ取られることになるのだけれど、やばい人が皇帝になってしまいましたね。もちろん息子だけでなく、部下や一族からも、どんどんと、離反者が出てくる。人望が決定的に、なかったのですね。そして領土が次々と、北魏に侵食される中、湿地を取り戻そうと、無理に北魏への、遠征を決めるんだ。大丈夫なのですか？誰が見ても、勝てそうにないので、軍心全員というか、息子や弟からも、猛烈に反対、されたのだけど、母用法は強引に出兵する。大丈夫なのですか？大丈夫ではなかった。戦地にたどり着く前に、道中で兵に、反乱を起こされて、軍が崩壊してしまう。どういうことですか？兵士にさえも、舐められて、しまったのですか？結果、母用法は息子を含む、数奇の味方、のみに守られて、命からがら友情まで、帰還したんだ。なんか、かっこ悪いですねー。しかし友情は、反乱軍によって、先に占拠されて、しまったため、入城することができず、一時近くの京城、という場所へ、逃げ込むんだ。いやー、かっこ悪いです。この時反乱軍を、指揮していたのが、蘭関という、将軍なんだけど。はい。蘭関は母方の、叔父だったんだ。親族じゃないですか。この蘭関から、母用法を友情に、安全に迎え入れると、使者が来たのだけれど、母用法に付き従っていた、息子の母用姓が、強烈に反対して、蘭関の申し出を、断ったんだ。いやー、確かに怖そうですもんね。その後、息子の母用姓の、助言により、南に移居していた、一族の母用徳のもとに、行こうとするんだ。はい。しかしこの時、母用法の、あまりの無能さに、母用徳も講演を、見限ってしまっており、南縁を建国して、独立を宣言していたんだ。そんなところに、前皇帝が行ったら、殺されますね。そうなんだ。だから、それを道中で聞いた、母用法と母用姓は、仕方なく、再び北へ戻ったんだ。そうなのですか。でも戻る場所が、ないのでは。帰る場所は、反乱軍が占拠する、友情しかないのだけれど。はい。危険だとして、母用姓は再び反対する。そうですよね。しかし戻る場所は、そこしかないので、母用法は、蘭関と反乱軍が支配する、友情へ戻ったんだ。いやー、怖いですねー。この時息子の母用法は、恐れて友情には戻らず、一旦身を隠しているんだ。そうですよねー。大方の予想通り、母用法が友情に入ると、すぐさま蘭関の弟の、蘭華南が軍を率いて、母用法を殺して、しまったんだ。予想通りですけど、母方のおじさんなのに、すんなり殺すのですね。怖いですね。その通りです。今日の話は、これでおしまいです。それではまた。またまた。